せいやせいせいやせいせいやせいやせいせいやせいやするんだい。ちょっとからかっただけさ。こう毎日修行ばっかりじゃつまらないね。そうだね。ただ兄者の話によると、ご公儀が各地の戸様大名のお取り潰しを始めたらしいよ。お取り潰し？ああ、口実は何でもいいらしい。潰して領土を召し上げ、ご公儀の直轄地にするんだってさ。ふん、それじゃあ私たち影も忙しくなるかもね。ああ、その方らを呼んだのはもはや説明するまでもない。お嬢。はっ。そなたの兄者もこたびと同じ務めを果たした。柳生宗則様配下の我ら影一族としては、ご公儀の繁栄こそ我らの繁栄へとつながる。よいか、おけい。はっ。こたびの務めにしくじりは決して許されぬ。信州さらしな丸山藩三万三千石を潰す。丸山藩には神君家康公より関ヶ原の合戦で褒章として拝領した名刀美酒長船兼光がある。これを奪うのじゃ。はっ。手はずとしては、先月我が娘水木を丸山藩剣術指南役長谷川勝長に嫁がせてある。昨日水木から届いた書状によると、我らの動向を警戒した藩主間垣部前の神が勝長に刀を預けたそうじゃ。これは我らにとって好都合。その方ら即刻旅立ち、勝長が扱う刀を奪うのじゃ。丸山藩はお取り潰され、勝長は切腹、娘の水木も戻ってくる。宗則様は褒美に我ら影一族を旗本にお取り立ていただき、名刀兼光もいただけることになる。よいな。はっ。
三月様のお手の元と落ち合う場所はここら辺だ。しばし待とう。そうね、握り飯でも食べようか。